皆さんこんにちは、霊夢です。皆さんこんにちは、マリサだぜ。今回はおすすめのナロー系漫画を10作品紹介するぜ。今日はいつものレビューではないのね。ああ、そのレビュー動画のコメントで好きな作品を聞かれることがあってな、個別に答えたりしてたんだが、この際好きな作品を一気に紹介してしまおうと考えたわけだ。ということはこれから紹介する10作品が、ウプ主のベスト10ということ？そうとも限らないな。なんとなく気分でつまんだ10作品だ。ちょっと、随分いい加減ね。と言ってもちゃんとお気に入りの作品だからそこは心配しないでくれ。ちなみに今回は比較的メジャーな作品を多く選んでいるぜ。それなら今までナロー系をあまり読んでない人向けの動画になりそうね。そうだな。肩までどっぷり使ったナローマイスターには少し物足りないかもしれない。需要があればまた紹介動画作るぜ。それじゃあ、そろそろ紹介に移ってもらえる？一応、今回選んだ10作品の中で順位をつけて紹介していくぜ。それで第10位。これだ。これは有名じゃない？オーバーロード。骸骨騎士様、ただいま異世界へお出かけ中、という作品だ。よく似てたんで間違えてしまったわ。全然似てないだろ、全くの別人だぜ。この画像を見せて、似てない？と言い張るならもう何も言うことはないわ。それで、これはどんな話なの？主人公がある日突然、自分のプレイしていたオンラインゲームの世界に飛ばされるって話だ。キャラクターどころか設定まで同じじゃない？ああ、同じだ。認めたわね、あんた。褒める気あるの？当然だ。おすすめ10選だぜ。設定はいいとして、どんな風に話が進んでいくの？簡単に言うと、骸骨キャラの主人公が異世界で人助けをしていく話だ。へえ、良い人じゃない？そう、そこが非常に安心して読める作品なんだ。イライラ展開は、いくら面白くてもストレスがあるのよね。それに主人公の行動にも好感が持てる。人助けをする以外で、主人公は転職を何度も繰り返した上位職プレイヤーで、強いのは間違いないんだが、異世界で通用する保証はないし、最初の戦闘ではしっかりと不意打ちで相手を倒している。自分の実力も相手の実力もわからないのに、なぜか尊大な態度を取るナロー主人公とは偉い違いね。他には、主人公の魔法やスキルを使った強さは他の追随を許さないが、スキルを使えない単純な格闘術となると、この世界の達人にはまるでかなわない。そこを認めて尊敬できる謙虚さもある。まあ、性格がいいんだ。最初はどうなるかと思ったけど、おすすめする理由が分かってきたわ。とまあ、こんな感じでさらっと紹介していくぜ。このペースで紹介していくの？そうだな。長くなりそうだから前後半に分けることにするぜ。ちょっとそんなこと一言も言ってなかったじゃない？ああ、今決めたからな。さて、それでは続いて第9位。ブサメンガチファイターだ。あんたさっきメジャーな作品を集めたとか言ってなかった。正しくは、メジャーな作品を多く集めた、だ。それにこの作品もそこそこメジャーだと思うんだが。そうなの？書籍化されて、コミカライズされてるんだぜ。それだけでメジャーだろう。その定義だとここで紹介される全てがメジャー作品になるわね。誰にでもわかる明確な指標がアニメ化だからな。アニメ化未満は、認知度を測るのが難しいな。それでこれはどんな作品なの？基本的にはコメディ作品だ。痴漢冤罪裁判に負けて人生を狂わされ、女性恐怖症の引きこもりとなった主人公が、異世界に転生できるサイトを見つけるんだ。いきなりぶっ飛んだ設定。って転生ものの導入に突っ込むのはやぼね。その設定画面で自分のパラメータに数値を振り分けることができるんだが、自分に厳しい条件を追加することで、振り分けられるボーナスポイントが増える仕組みなんだ。それで、主人公はルックスの値をマイナス255の最低値まで下げ、突起事項に、女の子に触れると1秒ごとに HP が1割減る。女の子とエッチすると無限の苦しみを味わって死産する、というとんでもない条件を追加して、得られたボーナスポイントが100兆。100兆。
こうして桁外れの能力を手に入れた超絶ブサイクの主人公が、異世界でその力を隠しながらパーティーメンバーの一員として四苦八苦するストーリーだ。パーティーメンバーって、主人公含めて男女二人ずつのメンバーなんだが、皆現実社会をドロップアウトしてきた人たちなんだ。同じルートで転生してきたのね。特にもう一人の男性キャラが面白くてな。どんなキャラなの？さて、時間も押してるし次行くぜ。ちょっと気になるじゃないの。続いて第8位。本当に終わらせたわ。老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます、という作品だ。あれ、作品は知らないけど原作者に見覚えがあるわね。そう、船先生は最近放映された、私、能力は平均値でって言ったよね。の原作者だ。他にも、ポーション頼みで生き延びます。という作品がコミカライズされている。売れっ子じゃない？ああ、3作品同時連載で、その全てが漫画になって一つはアニメ化だからな。そして本当にすごいのが、この状況で3作品とも、小説家になろう、で定期連載してるんだ。偉いわね。多くの作家が商用化で連載を滞らせるか、ウェブ連載をやめていくのに。ストイックに自分で作った締め切り守って小説書くって、想像以上にすごいことだぜ。確かに普通は決められた納期がないと頑張れないわね。で、この場は作家紹介ではなく作品紹介なので本筋に戻るぜ。どんな作品なの？事故で家族を亡くした少女が、自分も別の事故で命を落としそうになるんだが。異世界に行ったのね。そう。そして同時に現世と異世界を自由自在に往復できる力も得られた。その設定たまにあるけど、高度な文明の産物を安定供給できるって最強よね。ああ、やりたい放題だぜ。そして老後の資金を貯めましょうって作品だ。この作品の魅力は、まず絵が綺麗だな。漫画家ガチャなら SSR といったところだろう。引きが強いのね。いや、これは先に、私能力は平均値でって言ったよね、がそれなりにヒットしていたからというのもあると思うぜ。実績のない作家だと、デイリー無料ガチャだろうから SSR は最初から入っていないと思うぞ。あとは主人公の性格だな。単価を切ったりするところのテンポが小気味いいんだ。まあ、この作者の主人公は全員女性で、性格も同じなんだがな。同時連載じゃ書き分けも大変よね。なんとなくなんだが、スレイヤーズ、あたりの影響が強いのかもな。女の子の一人称で進んでいく小説ね。さて、続いて7位は、転生したら剣でした、という作品だ。こうして見ると、ナロー系の作家って普通の名前が少ないわね。明らかに一般書籍、一般漫画とは別の世界に生きてるな。これはどんな作品なの？スマホ片手に運転していた車に跳ねられて死んだ主人公が、異世界の剣に転生するんだ。マジかよ、スマホ最低やな。そしてその主人公である剣が、猫耳少女、フラン、と出会って一緒に旅をする話だ。詳しく、剣は自分で動いて敵を切ったり飛んだりできるんだが、ある日森で地面に刺さった瞬間から身動きが取れなくなったんだ。どうして？どうも魔力を吸収する森だったらしい。剣は魔力がないと何もできない。そんなこんなで1ヶ月が経った頃、奴隷ショーに運ばれるフランが近くを通りかかる。そして奴隷ショーの馬車が魔物に襲われ、絶体絶命のピンチのフランの前に剣が刺さってた。フランは剣に言われるがままに剣を抜いてその魔物を一蹴する。フラン強い子。いや、魔物に勝ったのは剣の力。フランは剣に助けられたし、剣もフランに救われた。お互いが命の恩人というわけね。そしてフランは剣を、師匠、と呼び、フランを気に入った剣も彼女の保護者として一人前に育てると決意するんだ。いいわね、そのハートフル展開。ああ、完全に親子の関係だな。剣が主人公だから、安易なハーレム展開とか起こりようがないところも良さそうね。ラブコメとかもともと好きなんだが、異世界転生でどうしようもない恋愛要素見せられてると、ほんと恋愛いらねってなるんだよな。それでは本日最後、6位の作品は、この世界がゲームだと俺だけが知っている、という作品だ。
これはサブチャンネルで紹介した作品ね。と言っても別動画だからな。ちゃんと紹介はするぜ。この作品は、主人公がオンラインゲームの世界に入り込んでしまうところから始まる。もうそこに突っ込むことはしないわ。しかし、彼の入り込んだゲーム、通称、猫耳猫、はバグや開発者の悪意の塊で、初見殺しのオンパレードなんだ。そんな超高難易度の生還ミッションに、ハイプレイヤーである主人公が挑んでいくストーリーだ。この漫画の見どころは、主人公が、ゲームのバグを逆に利用した攻略法で進めていくところだな。そしてその伏線の張り方、回収が本当うまい。あちこち伏線だらけだ。こういうのは、しっかりとストーリーや設定が練られていないとできないものね。ゲームの設定もかなり細かいからな。ゲームが本当に好きな作者なんだと思うぜ。絶賛する割に順位が低めじゃない？ああ、これは漫画としての評価だからな。ちょっと絵柄がな。ヒロインとか可愛いと思うけど、霊夢はキャンセル技って知ってるか？格闘ゲームとかで使われる技でしょ。そうだ。例えばパンチの途中にコマンド技を入力することで、パンチが戻るグラフィックをキャンセルし連続で攻撃できるテクニックだ。そして同じようなことがこの世界でもできる。しかし、キャンセル技を使うことができるのはユーザープレイヤーだけで、ゲーム内のキャラクターは使用できない。俗に言う NPC ね。そう、そして NPC は自分たちができない動きを、気持ち悪い、と思ってしまう。まあこれは、本来あるべき動きが省略されるんで普通に見た目気持ち悪いだろうがな。どういうこと？例えば歩いてる人の動きの中で、左足を前に動かす動作をキャンセルしたとしよう。するとその人は常に右足を前に出しながら前進することになる。それはなんというか、気持ち悪いわね。そうだろう。ただこれは動画的な気持ち悪さで、静止画、つまり漫画で表現するのは非常に難しい。あ、キャンセル技の話に戻ったのね。ああ、そして漫画で表現された、気持ち悪さ、がこれだ。確かに気持ち悪い動きだけど、気持ち悪さのベクトルが何か違うわね。そうなんだ。このこれじゃない感が絶賛するのに少し足りないんだ。漫画家を責めるのは少し酷な感じもするわね。先に小説を読んだ先入観も邪魔してるだろうから、漫画から入れば違和感は少ないと思うぜ。さて、これで前半5作品の紹介は終わりだ。読んでみたいと思った作品はあったかしら？よかったら後編も見てくれよな。待っててねー。年内にはアップする予定だぜ。ちょっと今1月。乞うご期待。